後ろにこう誘引していること、そして前に内目に切ったこと、外目に切ったことあります。16日こちらはレイカです。レイカ昨日から芽吹いてきまして、今日はハットがこんなに開いてしまいました。一気ですね。今午後6時10もう15度になってますね。お昼は30度近くまでありましたね。寒暖差が激しいようです。はい、ウルボンプランターの中のレイカのね、挿し木もほとんど芽が出てますよ。4月14日、レイカです。すごく背が高くなりましたね。ぐーんと1メートル以上なりました。見てください、ここね、シュートっていうんですかね、切った先からね、10センチか20センチ上がったところから3本ギュ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 ッとね、ベーサルシュートみたいなのっていう感じで1メートルぐらいね伸びてきました。去年はそういう状況がなかったんですけれど、こんな感じでね、すごいですよね。びっくりしました。これ切るべきかどうかね、すごく悩んだんですけれども、切りませんでした。咲くだけ咲かしてみようと思っています。実はこちらね、新潟の、水宝園さんという、農家さんですね、バラの農家さんと、そして、順天堂さんの、共同開発された香りのバラです。とってもね、いい香りがしますね。赤というよりもちょっとね、昔でいうボタン色ですかね、そんな感じですね。とっても綺麗なバラです。波状表面なんていうんですかね、波打ってますね、波打ってる、バラですね。レイカちゃんですね。もうだいぶ傷んできましたね。青い葉っぱから突如ね、赤いのが。ぐっと伸びてますね。はい、こちらがレイカですね。なくなって次の花が咲きそうですけど、レイカちゃんですね。ウルボンプランターのレイカです。レイカねピンチしたんですよ。ハードピンチだったんですけど、その時も、ここで切りましたね。あとね、なんかおかしいんですよ。下から出てきた、下から、レイカちゃん下から、はい、こんなにね出てきて、切った後、下から出てきて放棄所、まさかと出ます。
この子たちね、こんななってしまったんです。レイカちゃんも切ろうと思います。もう全部咲かせて切ってもいいんだけどな、ここまでなったら。でもね、でもね、ちょっと咲かせたくないなっていう感じ。咲いてはもらいたいんですよ、もちろん。でもちょっと今年秋狙いですので、秋狙いだったら咲かせちゃダメでしょっていう感じですね。どこで切ります？どこで切る？ちょっと切り替えがちゃんね、おかしいところとかしいですけどね。レイコちゃんね、こう横針製かなと睨んでたんです。なんですけど、結構横針でもないような感じ。わけがわからないですね。シュンと伸びたりしてね。で、この横針製、この子ね、花柄だけ取ったので、ここですね、ここで切ったんですよね。そして20センチぐらい伸びてお花が咲いたということで、またね、20センチ伸びちゃうとね、いけないんで、本当はね、このもうちょっと深く、切るべきでしたね。で、ここで、はい、切ってみますね。で、このレイカちゃんも、はい、もうね、終わりですね。ここから20センチ伸びてますね。まあ、ここでね、がっつり切った方が良かったなと思っていますね。邪魔になるんですよね。ごめんなさいね、レイカちゃん。だから、ここですね。その一節上ですね。一番か切った。なかなかね、このタイミングがね、難しいですよね。この子は、から切って、こんな風になってます。で、問題はこのね、ベースです。ここから出てくれればよかったんですね。これが硬いから、出そうにないでしょ。出そうにないから、ここですね。ここでもう一度。もう何日も経つのに出ないから。はい、ここで切ります。はい、他の子はね、ベースに出たにもかかわらず、ね、はい、ここで切って、よいしょ。はい、かなりハードでしたね。はい、ここからね、これ、出ないですよね、いくら待ってもね。なので、このね、横に、こう、こっちですね。これをこう、伸びてもらうの。この子は出るかな、わかんないですね。ということで、レイカちゃんね、ですね。ここね、ここ咲いたでしょ。お花ないのも寂しいですしね。そう、レイカちゃんは咲いてもらって、床も一本だけでも切ろうか。皆さんどうされます？全部切っちゃうっていう方もいらっしゃると思うんですけれど、はい、悩ましいな。忘れてたら、本当はね、この上か下からね、50センチぐらいのところ切りたいんですけどね、こんな風にね、これでね、ちょんちょん伸びちゃったから、どうしよう、悩ましい。考えてくださいね。ここですね、下から30センチぐらいなとこで切ったんですよ。はい、切ったんだけれど、やーっと伸びましたね。こんな、裸足の背より高く伸びた。すごいですね、1ヶ月ちょいぐらいですよね。あ、ここで切ってるでしょ、ほら。この上っぽで切ったわけじゃないんだけど、こんなになってます。はい、皆さんならどうされますでしょうか。はい、これシック台にしときます。ここですよ、ちょっと引いてみますね。はい、レイカちゃんこんな感じです。ウールオンプランターからビューンと伸びていく。はい、皆さんならどうされますでしょうか。よろしかったら教えてください、コメント欄に。
お願いいたします。では中止言わしれた、レイカちゃんですね。あれよあれよというまでに大きくなって、レイカちゃんね、ここら辺からね切って、お花をね取っていますけれど、もうねこの辺でお花すんだら、ハードピンチする予定です。はい、こちらはウルゴンプランターに植えたレイカです。今年2年目ですね。去年の春買ってきたレイカちゃんです。散布は、有機だけにしています。有機資材だけ撒いています。結構ね今のところ綺麗ですね。葉っぱはね全部取っているから綺麗なんですよね。結構うどんくぼ全くありません。黒点病が出るので取ったり肌にで取ったりしています。すごくね株も大きくなりました。とうどんプランターからですと1メートルぐらいでしょうか、伸びていますね。レイカちゃんの育ち方なんですけどね、こちらサイドシュートですね。ベーサルに近いサイドシュートですね。ビュッと出て、ここで切ったんですね。切ったけどこの2本ですね、サイドシュートがまた出て、ここでねほうき状の花を咲かしたんです。なんかサイドシュートがすごく出るんですけどね、私こんなこうほうき咲きになるじゃなくてね、一つずつお花が咲くのと思ってたんですけどね。例えばこの枝のようにね、このひょろっとしてここに来るかなと思ったらね、結構太い先にはこんなに咲きますね。はい、こんな感じですね。こんな感じで全部ねこうほうき状になってますね。これを切り戻ししようと思います。剪定、夏剪定ですね、していきます。うちの場合はこの狭いところにねウロンプランターを置いてるんですね。通行の邪魔になったらいけないんでね、そこがいいとか悪いとかじゃなくて人間の都合で、はい、切っています。人間の都合ですね、はい、バラの都合ではなく人間の都合でこの辺ねずっとこう出たらダメなとこは切っていこうと思います。レイカちゃんここ切りますね。人間の都合で切ります。当たっちゃうのでね、できるだけの葉っぱが、はい、たくさんあるとこですね。たくさん枚数がね、5枚葉の上ですね。よいしょ。ここからまたね出てきて伸びるんで、はい、こんな感じで切りました。じゃあ上を切っていきます。一番果ですね、ここで切ってるんですけどね、こう伸びてますのでね、2番果ここで切ってますね。なので、この辺りくらいまでね切り戻ししていこうと思います。こっちね伸びたらいけないんで、ごめんなさい、見えなかったかな。ここですね、ここ切ってもいいんですよね、人に当たるので、はい、向こう側に、はい、切ります。こんな感じですね。こちらも切ろうと思います。内目になりますけれど都合上ねこっちで切ります。これはね横張りなんですね。結構株元見ていただけると分かると思います。横張り性なものなんで、中に枝はね結構出にくいバラですね。レイカちゃんどんどん切ります。はい、内目で切ります。はい、人が通るので内目で切りますね。はい、こちらも見てるね。ここで切ります。よいしょ、短くいっちゃいました。レイカちゃんこれだけね切ってきましたよ。そしてねこちらねレイカではないんですね。夏に実は挿し木した子がねこんなに大きくなってね
さんも花も咲かしたりするんです。何だったかな。咲いたらわかると思うんですね。我が家にあるお花しか挿し木してないですからね。わかんない。こちらはスイートチャリオットちゃんかな。でたくさんこういうふうにね、ウォンプランターの中はね、挿し木が簡単に可能ですね。はい、内緒にしておいてください。